TuneIn Music Radio。 皆さんこんにちは。大阪吹田の音楽スタジオ TuneIn Music Labのディレクター兼ボーカル講師林慎二郎です。この番組は TuneIn Music Labの講師陣、生徒の皆さん、その他関係者の方をお招きして、音楽や演奏、時として普段聞けないような雑談などをお届けする30分番組となっております。番組の最後にはプレゼントコーナーもありますので、どうぞ最後までお聞き逃しのないよう。それでは30分間お付き合いよろしくお願いいたします。大阪府 JR 吹田駅から徒歩7分の音楽スタジオ TuneIn Music Labでは、延べ指導人数1000人を超える講師陣が丁寧に指導サポートする音楽レッスン、配信にも対応した関西屈指の格安レンタルスタジオ、その他防音、音楽、建築の専門家によるコロナ対応型防音施工、さまざまな活動創造の場としてご利用いただけるコワーキングスペースサービスの提供など、音が紡ぐさまざまな音楽スタイルをご提案させていただきます。お問い合わせは電話 06-6318-1117 06-6318-1117、 メールアドレス info@tule.jp info@tule.jp までお気軽にお問い合わせください。トゥーレミュージックレディオ。はい、それではトゥーレミュージックラジオ第1回目ということで、今回はドラム講師の梶原大志郎講師にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは。さあ、梶原さんはもう僕は専門学校時代の先輩ということもあって、はい、長いお付き合いを長いお付き合いですね、はい、させていただいておりますけれども、はい、まずはちょっとね、はい、このラジオをお聞きの皆さんに、はい、自己紹介なんかをしていただけると。あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。梶原大志郎と申します。トゥーレミュージックラボさんでですね、まあもう長いことレッスンしてますし、ドラム歴で言うとどれぐらいなんですかね。僕は結構小学校5年生からやり始めて、はい、まあまあ20歳ぐらいからちょこちょこっと仕事をしだしたりしながら、演奏の仕事とか、教える仕事とか、はい、いろいろやってますけども、はい、はい、一番最初って何がきっかけでドラムしようと思ったんですか？そうですね、これね、母親がね、はい、近くの某ミュージックスクールで、はいはい、ドラムスクールっていうのを見つけまして、はい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 、その頃ちょっと珍しかったんですけどね、うん、で、まあ、私も行きたいしあんたもやれへんかぐらいの感じでしたね最初。へ、はい、ちなみにお母さんは何を？あ、ドラムですよ。あ、へ、はいはいはい、母親一応自宅でずっと、もう辞めてるんですけども、ピアノの先生してたんで、はいはいはい、そういうね、楽器屋さんに出入りすることが多かったみたいで、うんうんうん、でその時、ある時僕はだから小学校5年生ですかね、10歳ぐらいの時になんか見つけて、一緒にやれへんかみたいな感じで。へ、はい、別々ですか？ペアレッスンとかそういう？あ、普通にグループレッスンに入りました。うわ、そうなんですね。そうです。あ、じゃあお母さんと一緒に、そのお母さんと僕と、まあ、違う人と4人ぐらいのグループレッスンでしたっけね。はあ、はい、何年ぐらいやってたんですか？母親はね2年ぐらいやってましたよ。へ、2年ちょいぐらい多分やってたんちゃうかな。はあ、中学ぐらいから僕も一人で行き始めましたけど。あ、なるほど。はあ、い、一番最初に演奏した曲ってちなみに？うわ、それは覚えてへんな。まあ、でもやっぱりね、その時はねテキストみたいなのがあったんで、はいはいはい、テキスト内のなんかこう、その某教室さんのオリジナル曲やったっちゃいますかね。はいはい、あ、なるほど。はい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 、普通の曲ではなくて。へえ、はい。梶原さん自身は何年ぐらいドラムレッスン受けてたんですか？ね、そこでは中3まで、うんうん、5年間受けましたね。はあ、その頃その僕が習ってた佐々木春夫大師匠がですね、はい、その頃に東京に行くみたいな感じになっちゃったので、はあ、はい、だからまあレッスンもそこで終わるということで。そこからは独学？そうですね、うん、一瞬違うとこも習いに行ったりしましたけども、うんうんうん、はい、まあ、もう
校なんかはずっともうただバンド活動、バンド活動というほどでもないですけど、コピーバンド組んで、へえ、独学ですかね、やってましたね。高校の時のコピーバンドは何を？いや、いろいろやりましたけども、まあまあやっぱりボーイですかね。ああ、ですね、世代ですよね。はい、ジギーとか懐かしい。あとはそういうパンク系ですよね。パンク系、ラフィンノーズとか、ラフィンノーズとかアナーキーとか。ああ、なるほど、はいはいはい、あ、そうか、そんな時代があったってことですね。そうですね最近はどんな演奏活動されてますか？そうですね、まあこのコロナ禍でちょっと演奏の機会も減ってるといえば減ってるんですけども、うん、まあジャンルを問わず、まあまあまあ僕的にはやっていけたらいいなと思ってるので、うん、まあでいろいろそこら辺のジャズの演奏やったりとか、はい、ポップスの、サポートだったりとか、うんうんうん、まあまあそこら辺をぼちぼちやらせていただいてますけども。なるほど、はい、まあ僕らもね、あの20代の頃はちょっと一緒にバンドもやらせていただいたりとかして、そうですよね、はい、なんかすっかりやっぱりそのロックとかね、はいはい、ファンクとか、はい、そういうイメージがすごく強かったんですけど、はいはいはい、まあね、やっぱりジャズでこう活動されてるところもよく見かけるし、あ、うん、今って何が一番多いんですか？いやでももう、まあ、ロックって最近ないですけども、うんうんうん、まあそのいわゆるポップスと、うん、まあ、ジャズちょっと大きく分けてですけども、うん、分けても半々ですかね。ポップスの方がちょっと多いかなって感じですかね。はあ、はい、なるほど、はい、歌もですよね。あ、そうですね、うん、はい。インストとかはありますか？インスト、まあでもジャズの方では全然ありますよ。はあ、なるほど、はい、幅広いですよね、だいぶね。幅広くね、行きたいですね、やっぱりね。なるほど、はい、さあ、そんな、梶原先生ですけども、はい、ドラムをね、はい、まあ、上達したい初心者の方、はい、レッスンに来られてる方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、そんな初心者の方に向けて、はい、なんかまあラジオだからちょっと伝えにくいと思うんですが、まずはここを押さえましょうみたいなポイントって何かあったりしますか？ははは、初心者の方ですよね、はい、極端な話、スティックも持ったことない、あ、でもちょっと叩いてみたいな、はいはいはい、みたいな。もうそういう人にはですね、僕大体、はい、もう最初にレッスンでも言うていくことがあるんですけども、はい、まずはですね、大きい音を出すってことですね。はー、大きな音を出す、はい、もう自分がうるさいと思うぐらいの大きな音を出していく、それは、まずはそこですね。その理由があるんですか？まあドラムって結局、まあまあ言うたら最終的にはうるさいと言われる楽器なんですよ、うん、言ってしまえば、まあ落とすこともできませんしね。そう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 、うん、ね、ボリュームもないですし、うんうん、だから逆にボリュームがないからこそまずは大きい音が出せないと、うんうん、まあ言うたらドラムも鳴ってくれないですし、うん、でどうしてもこうなんて言うんですかね、小さい音ってなると手の振りや足の振りっていうのが小さくなるということですよね。はあ、うん、なるほど。そうするとコントロールっていうのも、結構その小さい振りでコントロールする方が逆に難しかったりするので、はあ、うん、手の振りもしっかり上げて、ある程度しっかり上げてね、うん、大きい音を出していくっていう。なるほど、まずですね、はあ、もう大は小を兼ねるじゃないけど、はいはい、そうですね、もうだからもうスティックが折れるぐらい、はい、ヘッドが破れるぐらいの勢いで叩いてもらうと。はあ、もう梶原さん自身もそういう入り方って感じですか？僕ん時、あ、でもね、もうだいぶ昔のことになるので、うんうんうん、覚えてないですけどまあでも僕がその最初に習った先生も、しっかりした音を出す人やったので、はい、うん、多分そういうところ言われてたと思いますね。なるほど、はい、僕の教え方って多分その人の教え方のまんまなんで。ああ、そうなんですね、はい、それはもうまんまですね。へえ、はい、めちゃくちゃ影響があったんですね。まあそうですね、お世話になりましたしね。なるほど、はい、なんかこう、まあ、ドラムのレッスンもね、はい、たくさん先生もいらっしゃるし、はい、プレイの方もいらっしゃるんで、はい、ちょっと難しいと思うんですけども、はい、なんか他のそのプレイヤーとか、うん、講師の方と違う工夫した練習といいますか。あ、うん、あ、自分がですか？はいはいはい。あ、自分が工夫した練習、うん、まあ、いろいろあるんですけど、はい、やっぱりね、最終的にはね、基礎練習っていうのがまず大事なんですよ。うん、基礎練習っていうのはもうぶっちゃけ面白くない練習なんですよね。うん、うん、別に音楽に合わせるわけでもなく、はあはあ、やっぱりメトロノームでピッピッっていうのを鳴らしてずっと淡々と続ける
ね、例えば5分続けるとか、はい、うん、そういう練習なんで、まあ、面白くなかったんで、僕も結構正直避けてきてたところもあるんですけども、うん、うん、やっぱりもうその高校卒業して専門学校に入りまして、はい、さっき言ってたね、はいはい、先生と同じ、専門学校に入りまして、でそこでやっぱり基礎が一番大事なんやっていうのをそこで知ったので、うんうん、だからやっぱりまずは基礎をしっかりこう見直すというか、うん、やりましたし、でもう僕もねその頃もちろん若い頃やったので、やっぱりその手数の多い、やっぱりドラムソロを練習したりとか、うん、手数の多いミュージシャンっていうのにすごく憧れて、はい、コピーとかしていったんですけども、うんうん、なんか僕の中ではこう自分こう聴いてる音楽はそうでもなかったんですよ。あ、そうなんですね。好きで聴く音楽 CD ですよね、その方ね、はい、聴く音楽の、まあ、ドラムというか、うん、ミュージシャンというのは結構ね手数の少ない、どっちかというとミュージシャンを聴いてるのに、ドラムはやっぱりその違う方向を練習しようとしてたんですね。はあ。で、ある時に、まあ、20代半ばぐらいですかね、なんか好きなことと練習してることが違うなっていうことに気づいて、はあはあはあ、うん、やっぱり僕がこう自然に聴いてパッとし、あの何か聴きたい CD 手伸ばした時に、うん、聴、うん、いてる CD のドラムっていうのが全然その練習してるドラムとは違うと。なのでいわゆるだからそのグルーブ、うん、グルーブドラマというか、はい、手数の少ない、極力少ない、まあ、そのまあ演奏、ドラムを演奏してるというよりかは曲を演奏してる系の人ですよね。ああ、なるほど、うん、でだからやっぱりそっちが好きなんやし、やっぱりそっちを追求していった方が自分的には長く続けれるんじゃないかと思ったりして、やっぱりまあ自分が工夫した練習というか、そういうその後よく練習したっていうのはあんまりそういうドラムソロとかそういう手数の練習ではなく、基礎はしましたけども、基礎練習はずっとしてますけども、はい、やっぱりパターン練習やったりとか、うん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 、シンプルなフィルをどういう風に決めていくかとか、うんうんうん、あとは曲に対してどんだけの手数がいるのかとか、うんうんうん、なんかそういうことを考えながら練習とか、まあもちろんライブとか本番も迎えてやってたと思いますね。なるほど、曲に対してどんだけの手数がいるのかっていう、まあ、そういうことですね。バランスというか、まあ、手数というか、まあ、例えばフィルがいる、頭にねクラッシュシンバルというのを、まずフィルがあったらクラッシュシンバルをジャーンって入れるのってドラム的には癖やったりするんですけども、はあはあ、その例えばクラッシュシンバルは本当にいるのだろうか、うん、はい、メロディーがこうなっているのにそこはにクラッシュはいるのだろうかなとかなんかを考えながら、うん、結構その頃からやるようにはなりましたかね。なるほど、はい、なんかどうしても派手なとこに目って行きがちですもんね。あ、まあそうですね、うんうん、ボーカルなんかでもやっぱり高い声が出せるっていうのはまず考える人が多いけど、やっぱ基礎って大事ですもんね、うんうんうん、はい、ということで金浦先生に、ドラムの練習のコツですね、はい、はい、聞かせていただきましたけども、ありがとうございました。いい、ね、はい、はい、それでは続きまして、梶原先生のおすすめアルバム紹介、あ、はい、ということで、まあ一押しの何でしょうね、ドラムプレイヤーとしてのというよりかは普通にリスナーとしてという視点でもいいんですけども、うん、はい、なんかまあこれを聞いたな、はい、このアルバムは聞いといたらいいよみたいなとか1枚ね、はいはいはい、まあ、最近そんなに僕こう、ね、アルバム CD ってねあんまり買っていくこともなくなったんですけども、はい、20代の時に、まあ、もういろいろハマりましたけど、うんうん、まあ、パッと思い浮かぶのがもうパッとって言ってしまいましたけども、ギタリストのね、はい、パッとメセニーさんという方がいたんですけども、はい、別に狙って言うたわけちゃいますよ別にパッとって最近言ってしまって言ってしまいましたね、おかしくなっただけでねはい、パトメセンさんの、まあ、古いアルバムですけど、もうこれもだから20年以上もちろん前になると思うんですよね、30年ぐらい前になると思うんですけど、うん、シークレットストーリーという、アルバムがあるんですけども、はいはい、それはもうめちゃくちゃ聴きましたね。なんか世界観っていうか、うん、にハマってしまったというか、うんうん、なんかこういわゆる一層なんですけども、はい、すごくクラシック感もあったりとか、うんうん、でなんかねパッドメッセージのメロディーっていうのはねちょっとねこう和風なメロディーが出てくる時もあるんですよ。あー、なんかわかる気します。ちょっと、うん、なんかねアドリブとかそうですけども、作られたメロディーとかも結構和風な感じが
ちょっとして、だからそこから親しみがあったのかちょっと分からないですけども、はい、うん、最初聞いた時におーなんやこのアルバムはみたいな感じで、そこからめちゃくちゃ聴きましたね。まあでもフュージョンですか。まあまあ、うん、いわゆるフュージョン、ジャズフュージョンみたいな感じですかね。ねえ、はい、一見まあポップス慣れしてる人からするとちょっととっつきにくいところはね、あああるかもしれないですけど、うん、結構ねメロディーもねキャッチーなんでね、うん、あの分かりやすいというか、まあ、例えばその曲によって変拍子があったりとかあるんですけども、はい、うん、まあ、そんなにこうなんか小難しい音楽にあまり聞こえないというか、はいはい、実際これあの演奏するとすごく難しいこと不思議ですよねそれね。そうですね、うん、いやでもそれが素晴らしいことやなと思うんですけど、うん、なんか難しいことしてるのにリスナーというか、まあ、聞いてる人にはそれを感じさせないというのは素晴らしいなと思ってます、ね、なるほど、これはね僕もまさにその梶原さんに20代の頃に勧めてもらったアルバムで、まあ塾長ができてるわけじゃないからその今どんだけ言ってくれてることを理解できるのかなと思いますけど、うん、よく聞きましたねやっぱり、はい、うん、今でも聞きますか。今でもいやまあ最近ね CD 引っ張り出して聞くっていうことがあんまりないので、はい、まあまあパソコンに入ってたりもしますけど、はい、なかなかね聞くことはないですけども、うん、パッとこうYouTube とか中でねいろんな聞いてる時に、あパッとねポッと出てきたのに、あ久しぶり聞いてみようかあの曲だけでもみたいなのはたまにありますし、はい、なるほど、はい、なんかちょっとレッスンの材料でちょっとそこら辺の曲を使ったりとかそういうことも、うん、そうなんですね、はい、うーん、ちなみにこのアルバムの中で一番こうこの曲好きみたいなのってありますか。うわーそれね、うん、めちゃくちゃ難しいですね多すぎて。でも8曲目かな8曲目確か8曲目やったと思うんですけども、はいはい、 Always and Forever っていう曲やったと思うんですけど、はい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 、もうすごいバラードで、うん、もうドラムなんかもね多分ねもうブラシでシャー言うてるだけなんですけど、うん、ハーモニカの、はい、トゥーツシルマンズという方がいてるんですけども、はいはい、その人がゲストで入ってる、曲なんですけども、うんうん、途中から入ってくるそのシールマンズさんのですね、はい、駆け上がりというんですかねアフタクトで入ってくるんですけどもあれアドリブやと思うんですけども、はい、腰抜かすかっていうぐらい僕は好きで、へーそのほんま2拍ぐらいの駆け上がりだけに、はい、もう胸を打たれたというすごいっすね、はい、もうそこが聞きたいがために聞くもうがためにその曲だけ聞くとかも全然ありましたねへえ、なるほど、いやぜひちょっとね、ラジオ聴きの皆さんも、はいはい、またねチェックしてみてください、ね、うん、はい、はい、ありがとうございます、はい、梶原先生のおすすめアルバム紹介のコーナーでした。ミュージックラディオ、はい、それでは、続いて質問コーナーですね、はい、これはもう事前にリスナーというか、まあ、生徒様とかからね、はい、質問をいただいておりますけども、はいはいはい、まあ、音源と合わせて練習したら普通に叩けるけど、うんうんうん、何も聞かへんと練習したら知らないうちに速くなってしまう、はあはあ、テンポかね、はいはい、っていうのはどうすればうまく叩けるようになりますかっていう質問なんですけどもね。これね、はい、速くなるのはねまあ言うたら9割の方そうなんですよ、うんうんうん、遅くなる方っていうの方が少ないんですけども、うん、速くなるっていうのはもうまあ言うたら僕でももちろん速くなるんですよね、うんうん、やっぱり機械には負けますし、はいはい、メトロノーム聞いて演奏してるわけじゃないので、うんうん、で、まあ一つ、まあ、そのドラマにとって言い訳になるのかもしれないんですけども、はい、一つ言っとくと、まあ、バンドで演奏してるとか、はい、そういう時に、速くなるっていうのはドラマだけのせいではなかったりもするんですよね。あ、他の楽器がやっぱり走ってしまうと、うん、ドラマもやっぱりそのみんなの音耳に入ってきますんで、はい、うん、それでやっぱりこう一緒になって走ってしまうということもありますし、なるほど、もちろん自分の、ドラマで言うと、まあ、特によくあるのがフィルインで、はい、うん、途中でねリズムの間にこうやってフィルタカタカ入れるやつですけども、はい、そういうところでもう言うたら自分のやりやすいテンポでやってしまうっていうので走るっていうことも多いので、うん、大体曲の、テンポが早なったり遅なったりするとドラマの責任になってしまうんですけども、はい、まあそれだけでもないっていうことも一応頭に入れといていただいて、なるほど、はい、でまあでもそれをねなるべくなくしたいっていうことなんですけども、はい、やっぱりそこはねやっぱり音源と合わすっていうことはもちろん音源にしっかり聞いて合わすのでもちろん走らないで
ですけどね、はいはい、なくなってしまうともちろんメトロノームというかそういう軸がなくなってしまって自分だけになってしまいますよね、うんうん、でそれにはやっぱりメトロノームでの練習を、うんうん、欠かさずしてほしいというところはありますね。なるほど、はい、でメトロノームっていうのもこれ難しいんですけど、はい、メトロノームに合わすことって誰でもできるんですよ、うんうん、でメトロノームに合わせて演奏してるっていうのは、まあ、いわゆる曲を聴いて合わせて練習してるのと一緒の練習なんですけども、はい、そうやって合わせる練習にはなってるんですけども、うん、テンポキープの練習にはまずつながってないわけなんですよね。あ、そうなんですね、はい、うん、で例えばメトロノームで練習するっていう時でも自分が思ったタイミングのところにメトロノームが来てるかどうかっていうふうに一発一発を持っていけるとキープの練習になるということです、ね、はあ、なんか逆ですね、受け手とその与える側っていうか、そうですね、だからメトロノームと一緒に演奏しているっていう気持ちで練習しないとキープの練習にはならないんですよ実は。はあ、これだから他の楽器の人にも言えることなんですけども、そこ難しいですけどね、他の楽器の人はやっぱりメロディーとか弾くときにやっぱりそこねちょっと難しいんですけども、うん、リズム楽器の方なのかでそのリズムを練習するバッキング、別にねキーボードでもギターでもバッキングを練習するときにメトロに合わせてただ単に練習してると別にそれキープの練習にはならないと思っていていただいた方がいいですね。なるほどね、はい、それ感覚の問題から難しいですけども、難しいですね、まあ、なんかそのテンポの主導権をメトロノームに握らすんじゃなくて、そうです、自分に握らせて合うかどうかというね、そうです、なるほど、そうですね、はあ、これはちょっとぜひあのちょっと参考にしていただきたいな、はい、めちゃめちゃそっちの方が緊張感が出ます。そしてあメトロノームに合わすという練習ですね。なるほど、だからもうメトロノームがはもちろん機械で正確なんですけども、はい、機械とあんまり思わずに一緒に演奏してるっていう感じになってくると、うん、メトロノームの四分音符もすごくグルーヴ感が出てくるんですよね、聞いてるだけでも。なるほど、そこら辺ですね、もう楽器のような聞こえ方してくる。そうですね、そうなってくるとすごくメトロノームだけでもすごく楽しく練習できると思います。先ほど言ったね基礎練とかもね面白くない練習なんですけども、そういう風にメトロノームを聞いていけるとすごく緊張感も出るし、うん、なんかもういつの間にかタカ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 16分叩いてるだけなのにいつの間にか4分経ってる5分経ってるみたいな感じになって結構ね緊張感あって楽しく練習できると思います。へえ、なんかシンプルやけどめちゃくちゃ奥深い。まあそうですね、僕もだからそこら辺なもう悩んだことあったんですけども、はい、はい、だからなるべくそれ、あそうやなメトロノームにはこれ合わしとったら別にメトロノームなくなったらそらもう軸がなくなるわけやから、うんうん、走ったり遅れたり揺れたりするのは当たり前やなと、それをどういう風にしていったらいいんやろうと思った時にそう思えるとすごく見えてきたというか、うん、なるほど、わかりました、いやありがとうございます、はい、僕もボーカルの視点から聞いててもなんか分かった話なんですけども、うんうんうん、ね、ドラマの人はより分かっていただいたんじゃないかなと思うんで、はい、ぜひ参考にしていただきたいと思います、うん、ということで、質問コーナーでした。はい、それではここで梶原先生の、はい、まあ、近日のライブ情報、あ、はい、はい、ありがとうございます、お知らせしていただきたいと思います、はいはい、9月もねちょっと前半の方はちょっとなくなっちゃったりするね、はい、問題もあったんですけども、はい、じゃ半ばの頃のとこから、はいはい、9月18日ですね、西宮市民会館の方でですね、はい、ビッグバンドジャズ祭り in 西宮というイベントで、はい、参加させてもらいます、はい、ね、僕参加させてもらいますのは、ネイバーフットビッグバンド、はい、まあ、残念ながら今は泣きなんですけども、古谷隆さんの、作りはった、ビッグバンドなんですけども、もちろんねあの息子さんのみちゃんがですね、はいはい、リーダーとなって今あのご一挙出しておりますけども、うんうん、そのビッグバンドでその、9月18日参加させていただきます、はい、それと、9月19日日曜日ですね、これもねめちゃめちゃ久しぶりなんですけども1年半以上ぶりぐらいになる、うん、大西ゆかりさん、あ、はい、これで、堺ブルースフェスティバルっていうのにね、出演決定しますので、はいはい、大西ゆかりさんバンドで僕はまた、参加させてもらいます、はいはい、元ゆかだの木村さんとのセッションもあるみたいなんで、はいはい、もうすごく楽しみなんですけど、すごい大きなライブが続きますね、ちょっとそうですね、うん、はい、でその次の週の23日ですね、はい、木曜日祝日やったと思いますけども、ここもね、
大西ゆかりさん、おお、はい、大西ゆかりさん2連チャンになるんですけども、はいはい、カフェややというところで、はい、まあ、これはね、あのゆかりさんのライブみたいな感じになってると思いますけども、うんうんうん、はい、内容は僕らもあんまりまだ分かってないくらいなんですけども、はい、決まっております。これどこですか、カフェやや。ね、カフェややこれどこなんでしょうね。場所は書いておりませんので、ゆかりさんのホームページ見ていただくと、はい、またいろいろ詳細載ってますので、はいはい、よかったらチェックしてみてください。はい、はい、ラストですかね、はい、9月26日日曜日なんですけども、うんうん、これはあのここの、ビルの地下にございます、はい、テイク5さんですよね、うんうん、はい、そこで、森川夏樹さん、はい、ボーカリストですけども、うん、その方のライブ僕はあの初めて今回共演させてもらうんですけども、お、そうなんですね、うん、そのライブも決まっております。はい、9月はそんな感じですね。なるほど、はい、うわ、なんか大きいイベント多いですね。そうですね、うんうん、はい、そういうビッグバンドの、お祭りと、ホールでのお祭りね、はい、それとゆかりさんの、うんうんうん、はい、楽しみですね。久しぶりなんだよね、そうですね、そういうイベントというのが、うんうんうん、はい、いや、ぜひ、生でね、梶原さんのドラミングを、見に行っていただきたいなと思います。はい、ぜひぜひ。はい、ということで、ライブ情報を紹介していただきました。ありがとうございました、はい。トゥーリーミュージックラディオ。さあ、それでは、最後になりましたが、お待ちかねプレゼントコーナーでございます。これはですね、毎月4文字の、キーワードを毎回1文字ずつ発表させていただきまして、なるほど、はい、それを結びつけた答えをお答えいただいた方に、はいはい、漏れなくスタジオ1時間無料券の方をプレゼントさせていただこうと思っております。何枚、何枚、お一人様1枚ということで、はい、まあまあね、あの何人もたくさんお答えいただくかもしれませんから。そうですね、はい、なるほど。これはだからあの4回放送を聞かないと、そうです、ということですね。まあ山間で最初の文字聞いて4文字当てれる人もいるかもしれませんが、はい、まあまあ、あの一応ノーヒントということでね、あ、はい、はい、進めていきたいなと思うので、なかなか難しいクイズになると思いますが、はい、今回のキーワードはおでございます、はい、ということで、次回、それからそれ以降のね、あと3回続けて聞いていただいて、完成したキーワードをトゥーレミュージックラボの受付の方に、申し出ていただいたら、スタジオ1時間無料券を差し上げますので、ぜひぜひあの頑張って聞き続けていただきたいと思います。もう山間で答えれる人もいるかもしれないですよ。いるかもしれませんね、まあ、9月ですからね、まあ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 、あまりちょっとヒントは出さないようにしようと思いますが、まあいろいろ考えてみてください、はい、ということでプレゼントコーナーでした、うん。大阪府 JR 吹田駅から徒歩7分の音楽スタジオトゥーレミュージックラボでは、丁寧に指導サポートする音楽レッスン、配信にも対応した関西屈指の格安レンタルスタジオ、その他防音、音楽、建築の専門家によるコロナ対応型防音施工、さまざまな活動創造の場としてご利用いただけるコワーキングスペースサービスの提供など、音が紡ぐさまざまな音楽スタイルをご提案させていただきます。お問い合わせは電話 06-6318-1117、 メールアドレス info@tule.jp、 詳しくはトゥーレミュージックラボのホームページへお気軽にお問い合わせください。トゥーレミュージックラディオ。記念すべき第1回目。なんで笑った？いやいや、なんかちょっとね、はい、もうほんまにあの長い付き合いさせてもらってるんで、なんかこう、ね、改めてこういう感じでね、喋、はいはい、るっていうのもなかなかこう小恥ずかしいとこありますけども、はい、まあでもあのまたね、順を追って梶原さん2回目とかね、あ、はいはいはい、3回目とかあの出ていただくこともあると思うんで、はい、ええ具合に砕けていくといいかなと思うんですけど、まあそうですね、はい、次ぐらいはもうあのビール片手にやってもいいんじゃないですか。そうですね、もうそろそろあの緊急事態もね、かけてる頃かなと思いますが、はい、まああの引き続きお楽しみにしていただきたいと思います。
ということで、トゥーレミュージックラジオ記念すべき第1回目はドラム梶原大志郎講師に来ていただきました。ありがとうございました。